ということで、今乗ってるのは JR 西日本の新快速 JR 西日本225系100番台です、はい、今乗ってるのは225系電車です。今乗ってるのはですね JR 西日本の225系電車です。225系はですね快速や新快速などの運用につきます。今乗っている電車は JR 西日本の225系電車です。225系電車ですね。 JR 西日本225系電車です。これで今から大阪に行きます。見ての通りです。運がいいですね。調査中です。姫路別荘貨物ターミナルですね、はい、貨物ターミナルを通過していきます。新快速の米原方面長浜行きは貨物ターミナルがある貨物ターミナル、姫路別荘の貨物ターミナルがある姫路別荘駅を通過いたしました。今乗ってるのは225系電車です。 JR 西日本でね、いうあの列車ですね。新快速化け物列車です。こっちも225系、今ね、姫路方面に向かって行きました電車も JR 西日本225系電車です。最近はね、JR 西日本の225系電車多くなってきましたよね。まあ、通り過ぎた列車も JR 西日本225系電車です。今乗ってる電車も225系電車です。今乗ってる電車も225系電車です。今乗ってる電車は225系電車です。で、さっき通り過ぎた列車も225系電車です。JR 西日本225系電車です。JR 西日本の225系は大量に製造されております。
さっき通り過ぎた列車も今乗っている電車も225系電車です。 JR 西日本225系電車です。 JR 西日本225系電車です。やっぱいいですよね、225系電車最高です。もうね、一番どこがいいかというとですね、これです。これディスプレイですね。さらにね、これがついていますね。車内ディスプレイ、これがね、あることによって次の停車駅、遅れ情報など全て把握できます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどもよろしくお願いします。では、バイバイ。チャンネル登録、グッドボタン。